5号艇一ノ瀬明選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。もう準優勝戦前にはちょっと厳しいコメントありましたけれども、はい、準優勝戦は原田選手との競り合い制して、だいぶ、はい、出てなかったです。あ、はい、まだ納得ではないですか。日増しに悪くなってて、はい、もう普通もないと思うんですけど今は、はい、もう明日では思い切った調整していかないとというところですね。はい、まあ、調整というか、まあ、整備士さんに相談してちょっと大きいものを変えてもらおうかなと思ってますけど、はい、あ、なるほど、はい、ではもう本体整備をしようと。そうですね、うん、はい、もう全体の底上げが必要というところですか。まあ、まずはこう上がりやすくしないとっていう、あの回転が、はい、そこですね。もうなんせレーサー誌が全然ないんで、はい、はい、まあ、エンジン的には 40% というエンジンですが、まあ、そのような体感はないと思います。全くないですね。もう 30% もないぐらいの感じですね、今は。うん、はい、では明日ちょっと大きなことをしてというところですね。そうですね、はい、うん、まあ、5号艇という枠になりましたけれども、コースどのように考えていますか。まあ、エンジン次第ですけど、はい、まあ、このまま、ね、足で毎月行っても迷惑になっちゃうだけなんで、ある程度出てたらもしかしたら動くかもしれないですけど、うん、まあ、出てなかったらこのまま5コースから展開ましたと思うんですけどね、うん、はい、明日の仕上がり次第というところですね。そうですね、はい、はい、また今節スタートはいかがでしょうか。スタートのタイミング自体はもう分かってるんですけど、はい、そこまで勢いが乗ってないんで1コーナーはそんなにいい体験にならないですね、うん、はい、それでは最後に優勝戦向けましてぜひ一言お願いします。はい、明日なんとか整備していい足になったら勝ってください。お願いします。